リセです。ルイスです。リセとルイスです。はい、はい、もうすぐ臨月が近づいてきてます。うん、やばいね、もう2ヶ月切っててベビのね誕生が近づいてきてるんですけど、楽しみ楽しみ楽しみ、本当に。ただね、その誕生がね、近づくとともに、なんかいろいろ不安なこととか、うん、なんかお世話とかね、本当にしたことないから、どうやってやるのかなとか全く分かんないので、生まれてきた子を順調にちゃんとお世話できるように練習しようかなと思います。もうリセちゃんは上手と思う。なんでしたことない、うん、ないけど上手だそう。めっちゃいいママと思う。今もめっちゃいいママと思う。本当、うん、できそう。できそう。できそう。できそう、本当に。今回ね、ロゼちゃんにね、赤ちゃん役をやってもらおうかなと思ったんですけど、やっぱりね、犬と人間はね、全然違うので、全然違う。今日ちょっと頑張ってもらうお友達を紹介しましょう。うん、そうしよう。登場まで、GO! 4、3、2、1、じゃじゃーん。見て。やばい、リアル。リアルね。ロズビビってるよ。え、誰？誰ですか？誰ですか？キスした、キス。キスした、キスした。ありがとう、ありがとう。ありがとう。ありがとう。今回はちょっとこちらをね、購入したので、この子でね、いろいろ練習していこうかなと思います。今回ちょっとやっていこうかなと思うのが、まずお着替えですね。着替えとお風呂入れたりとか、おむつ替えたりとか、ベビーマッサージとか、一緒に遊んだり、こんなところちょっとやっていこうかなと思います。多分ね、見ててね、みんな全然違う、それやったらダメっていうところあると思うんですけど、そういうアドバイスはぜひコメント欄にお願いします。うん、お願いします。勉強中ですから。勉強中なので、皆さんお願いします。お願いします。お願いします。リセちゃんもね、なんかリセちゃんは上手だと思うから、うん、なんかアドバイスがあったら教えてください。分かった。で、この子の名前どうする？うちらの子はね、もしかして日本語っぽい、うん、日本っぽい名前になるかもしれないから、この子はちょっとあえてちょっと海外風でいこう。エミリーちゃん。エミリーちゃん。エミリーちゃんは？エミリーちゃんにしよう。エミリーちゃん。じゃあエミリーでいきます。今日はエミリーと一緒にやっていきます。そうしよう。レッツゴー。まず服着せてあげよう。かわいそうじゃん、裸で。あ、そうしよう。寒いかも。寒い寒い。寒いかもね。寒い寒い。なんか着替えるは、すごく大変そう。そのイメージある。うんうんうん。なんか、そうだね。手とか足動くもんね。うん、そう。赤ちゃんはあんま、それ好きじゃないかも。あ、だから泣くかなと思う。泣く、うん。はい。はい。はい。もうすぐですよ。I'm ready, baby. あ、そんな持ち方して大丈夫？やばかったよ。やばかったよ、持ち方。もう一度お願いします。はいはい、どうぞどうぞ。はい、見なかった、見なかった。もう一回、OK。はいはいはい。エミリー。エミリーちゃん。いいチョイスだよね。うん、これ着せるの楽しみだね。本当。ちょっと恥ずかしい。恥ずかしい。ごめん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 。ごめんなさい。大丈夫、ごめんね。ごめんね。海外の赤ちゃんの鳴き声は。わーん。ん？わーん。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 WAA です。わーわーなんだ。そうです。おぎゃじゃないんだ。おぎゃじゃないです。おぎゃじゃないです。着せれたけど、なんか、おーおーどう？おー、あ、いいんじゃない？どう？え、かわいい。これ大きすぎるかな？この。うん、ちょっと大きいね。うん、でもかわいい。でもかわいいよ。私は着替え後でやるとして、赤ちゃんとのスキンシップ、コミュニケーションになんかベビーマッサージっていうのがあるらしくて、うん、聞いたことある？聞いたことない。私もさ、最近まで知らなかったんだけど、なんか赤ちゃんの体をこうやって前に触って、うん、なんか体の違いとか、あとこう触ることで愛を伝えるんだって。なんでちょっとそのベビーマッサージに挑戦してみようと思います。ちょっと待って、なんかベビーマッサージに行ったら、うん、I imagine it'll be baby laying face down and you like massage. ベビーマッサージのメリット。ママやパパが赤ちゃんに優しく触れることでコミュニケーション以外のメリットも生まれます。リラックス、夜泣きの軽減、あと発達の促進。ママやパパに対しても幸せな気持ちになれるって。じゃあ今からこの子にベビーマッサージをしていく。この子。
この子マッサージ欲しいってマッサージ欲しいってロゼ欲しい。本当にね、赤ちゃんが生まれてもロゼがこうやって見守ってくれるんだなっていうのが分かるね。そう、絶対 like this いいね、ガードドンみたい、分かる、うん。今日ね、この赤ちゃんのお世話をしてるこのマットね、なんか新しいなと思った人もいると思うんですけど、パークの柔らかクッションマットって言って、赤ちゃんにすごいぴったりのマット。本当にね、柔らかいよね。で、本当になんか気持ちいい。そう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 、なんかちょうどね、ベビちゃんのものをね、いろいろ集めてる時にこれをね、たまたま SNS で話題になってるのを見つけてちょっとゲットしました、うん。で、なんか楽天市場のプレマットランキングも1位獲得したらしくて、すごいね、もちもちで触り心地がいいので、すごい気に入ってます。いいよね、本当に。ロゼも気に入ってるね。なんか最初ね、ここね、乗るの怖がってたよね。そうそうそう。何これみたいな。でも、like, as soon as she, as soon as she got on it, she's been on it the whole time. うん、そうそう。もちろんね、赤ちゃんもペットもいいけど、そのマタニティヨガ。ヨガとかやらないけど。やった方がいいよね。でも、やったかったらできる。やりたかったらこの上でヨガもできるというね。ので使っていこうと思います。じゃあちょっとベビーマッサージ頑張るよ。頑張ってください。まずベビーオイルを手に取って体温で温めます。はい、足の付け根から足先までゆっくりと撫でながら伸ばしていきます。おお、伸ばす。おお、太ももを内側から外側に向けてマッサージ。内こうか、合ってるかな、こういうこと。気持ちいいです。エミリーちゃん、エミリーちゃん、すごくくつろいでるよ。はい、つま先に向かって優しく指圧します。力を入れすぎず滑らせるように。あ、こういうことね。じゃあ次、お腹のマッサージルイスして。お腹のマッサージ、うん、お腹からオイルをつけてのの字を書くように優しくなれます。そうそう、のごめんね、ロゼちゃん。ロゼ、また痛い。ごめんね、ちょっと見えないけど。で、次胸を開くんだって。赤ちゃんの顔を見ながらだって。あ、いいじゃん、いいじゃん、ぽい。どう、気持ちいいですか。どうですか。上手じゃん。ただここでアクシデント発生。ベビーマッサージはね、赤ちゃんがね、あのリラックスするためにもやっていこうね、うん。でもなんかこう、普段からたくさん触りたいよね。ずっとなんか抱きたいと思う。あ、ずっと抱っこしてたよね。そうそう、わかるわかる。話したくないよね。うん、それは本当。ロゼ嫉妬してない？嫉妬してる。嫉妬してる。嫉妬してる。ごめんね。ロゼちゃん。ロゼちゃん、好きだよ。好きだよ。ロゼ嫉妬してて可愛いんだけど。ねえ。汗とルイス。次、お風呂だ。お風呂？お風呂やり方わかんないね。ベビーバスとか。まだ買ってないんだよ。まだ買ってないね。やばいよね。どうしよう。どうしよう。ベビーバスなんかおすすめあったら教えてください。じゃあ、じゃあ、あると思ってやってみて。じゃあ、まだ何も知らないね。うん。じゃあ、はい。じゃあ、入れてみてください。I can't just like put the baby in, right? Because it's gonna, the head's gonna go under the water. そうそう、だから頭はずっと持ってないといけない。だからこんな感じ、ちょっとなんかちょっと私まず触って温度確認。温度確認。うん。で、あ、大丈夫だったら、はい。難しいね。難しいよ、うん。タオルちょっと。そう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 。ここにね、ガーゼかぶせて、うん。そうそうそう。それかぶって、それで大丈夫かなと。それを耳隠してね、うん。そうそうそう。上がりましょう。上がりましょう。はい、お疲れ様。お疲れ様。はい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 。かわいい。かわいいよ。はい。あ、ごめんね、ロゼちゃん。あ、ごめんね。ごめんね。一緒に巻いて。一緒に。一緒に、いいよ。いいよ。かわいいよ。二人。ロゼちゃんは舐めてるから、なんか、あ、もう一回拭かないと。抱っこ。はい、はい、はい。はい。はい、オッケー。オッケー。あ、
じゃあちょっとシャワーしたし遊ぶ？赤ちゃんとの遊び方もね、わかんないよね。うん、わかんないね、うん、いないいないバーだ。いないいないバー、英語版かわいいよ。いくよ。 Where's the baby? There she is! Where's the baby? There she is! There she is! Japanese version. いないいないバー。 Hey! かわいいね。かわいい。Round and round the garden like a teddy bear. One step, two step, tickly and the edge. でも赤ちゃんってわかるのかな、腰がしいの。わからんかな。わからないかな。どうなんだろうね。もっともっと大きくなったらそれするかな。うんうんうん。This little piggy went to market. This little piggy stayed at home. This little piggy had roast beef, and this little piggy had none.And this little piggy went wee 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 all the way home. ミセタルイスです。そろそろ歩けるようになりました。は？早っ。え、裸で。え、リセちゃんは服着せる？あ、そうだね。服着せないとね。じゃあこの気持ちいいマットの上で待ってて。じゃあはい、来ますよ。よこいしょ。はい。お願いします。いいえ。なんか意外と難しいね。うん、上手上手。え、すごいよ。上手だよ。本当？え、そんな？はい、OK です。かわいい。めっちゃいいよね。いいじゃん。Cause this is our real clothes as well. うんうん。I'm really imagining you holding that baby right there. Yeah. めっちゃかわいかわいい赤ちゃんとかわいいママです。かわいいお母さん。ありがとう。おいで。ただ聞いてこのマット。衝撃吸収。痛くない。確かに泣きませんでしたね。泣かなかった。泣かなかった。柔らかかったから。痛くなさそうだよね。本当に。こけても。しかもめっちゃ静かじゃない。そう。いいと思う。全然しないから走っていいよ。あの静かだからいいね。隣の人に怒られない。うん、全然大丈夫ね。うん、いくよ。はい。おむつ変えましょうか。ちなみにおむつはイギリス英語で？ナッピーです。ダイパーじゃないの？ダイパーじゃないです。ナッピーです。わかりました。で、なんか他はベイビーカーはアメリカ英語でストローラーだけど、うん、イギリスでバギー。バギーね。そう。どっち使うの？バギー使います、もちろん。おむつは？おむつはナッピーです。じゃあナッピー変えましょうか、エミリー。変えましょうか、変えましょうか。全然わからないから、うん、頑張るね。拭いた？拭いた。ありがとう、綺麗ね。これは前と書いてある。うん。だから前。前。なんか見たんだけど、こうやって足持って上に上げるんじゃなくて、はい、赤ちゃんを横に転がすんだって。え、こ、そう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 。こんな感じ？ってなってたよ。なんか足持ち上げたらダメって。ああ、なるほど、なるほど。ありがとう、教えてくれて。うん、OK、いいよ、いいよ。で、OK。早い。もうできたじゃん。できた？できたんじゃない？だいぶそうじゃん。完璧。うん、めっちゃ簡単だったよ。本当？思ったより簡単？うん、思ったより簡単だった。よかった。このマットなんか撥水効果があって、うん、防水らしいよ。もしかしておしっこ漏れちゃいました。いくよ。あ、大丈夫だね。全然大丈夫。うん、ちょっと拭いてみよう。いいね、拭いてみよう。お、あ、全然大丈夫だ。ほら。I wouldn't even know that was wet. いいじゃん。あ、いいね。ここの上で直接おむつ変えてもいいぐらい。ムズはね、あのお利口だからね、おもらしとか粗相とかしないけど、うん、もししてしまってもペット飼ってる人はすぐ拭けるし、いいね。じゃあルイスが簡単って言うからやってみるよ。よいしょ。お、うん、めっちゃ簡単だね、こんだけ。うん、そう。すごい上まであるからさ、こぼれなさそうだね。いいよね。はい、じゃあちょっとね、そろそろ眠くなってきたので、エミリーも寝ます。あ、パパ Go to sleep
Go to sleep, go to sleep, my little baby. I can't remember the rest of the words. え、それ本当の歌？本当の歌？そうそうそう、それ本当の歌。それか、Rock a bye baby on the tree top. When the wind blows, the cradle will rock. リセタルイスです。はい、エミリーちゃん寝ました。寝ました。こうやって寝てくれたらめっちゃ可愛いな。本当にね。ね。本当に。ね、最高じゃない？最高。どうだった今日やってみて。I didn't think, actually, I didn't think I was going to enjoy that as much as I did. I really enjoyed that and I'm like, I can't wait to do this to my actual child. I'm so excited. 特にさ、服着せたら可愛かったね。そう、本当。ね、可愛い。え、リセちゃんは？本当に可愛いし、なんかルイス思ったよりちゃんと上手にできそうだなと思って心配だったの。ルイス結構不器用だから。ああ、ひどい。でも確かに、確かに。でしょ？今日使ったね、このマットなんですけど、すごい使い心地良かったね。本当に良かったね。うんうん。なんかこう座ってても痛くならないし。うん。で、デザインがね、今このデザイン私選んだんですけど、リバーシブルで、ちょっと裏見てみて。そうそうそう。じゃん、裏はね、こうただの白。うん。だから、これもおしゃれだもん。そう、こっちはなんか赤ちゃんがね、大きくなって、嫌だよ、こんな赤ちゃんみたいな柄って言った時に、こっち側にできると。そう、そうそうそう、成長した後もこうシンプルなデザインでいいね、うん、めっちゃいいと。なんかその床暖房とかホットカーペットの上でも OK らしい。え、本当？そうそうそう、めっちゃいいじゃん。うちら今ねホットカーペットないんだけど、ホットカーペット買ってその上にこれを置くのもありだね、うん、そうそう、なんか心配しなくても大丈夫、うん、そうそうそう、いい、暑すぎないからね多分ね。で、あのさっきもね衝撃吸収とか言ったんですけど、すごい安全面にもねすごい気を使っているマットで、なんかベビー用品の国際的な安全基準をクリアしてるから、その日本の保育園の乳児室で10年以上使われてるので、うん、10年以上も、なんかさ、ね、SNS でさ最近見つけたけど、ちゃんと長く使われてるやつなんだね。親からしてもすごい気持ちいいし、膝とかねこう正座してても痛くなかったし、いいね。確かにめっちゃいい。いい。ルイスにもめっちゃいい。ルイス正座できる。そうそう。いろいろな検査も合格してるからね、この上で遊べされるね。うん。なんかルイスすごい気にするもんね、安全面とか。そう、それはもちろん大事。なんかチャイルドシート選ぶときも一番安全なやつがいい。なんかおしゃれがいいと思うけど、うん、なんかそれは一番優先じゃないと思う、うんうん、ね。一番優先は安全面。そうそうそう。でも両方あったからいいじゃん。両方あったからいい。うちらはおしゃれでね、安全面に気を使ったベビーグッズを集めたんで。そう。早くね、あの赤ちゃん生まれたらね、一緒にこのマットの上でね遊びたいね。うん、ほんとな。今日はね、このエミリーちゃんにね手伝ってもらったんですけど、生まれてきたらね、ベビーと一緒に使おうかなと思います。それまではね、うん、ロゼが独り占めしていいよ。でね、もし妊娠中の方とか、小さなお子さんがいる方とか、あとはね、ペット飼ってる方、騒音とかね、いろいろ気にすると思うから、気になった方はね、ぜひ概要欄からこのマットチェックしてみてください。なんか違う柄もね、たくさんあったし、選べると。いっぱいあったね、エミリーちゃん。うん、そうそう。そろそろエミリーちゃんも寝たので大人の時間を過ごしますか。そうしよう。いや、まずはリセちゃん、ロゼちゃんと一緒に遊びましょう。遊ぼうね。遊びましょう。ロゼちゃん、ちゃんとポーン。ごめんごめん、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 ごめん。オッケー。生まれてしばらくはね、すぐ泣くし、そのゆっくりとかする時間取れないかもしれないけど、二人でね、協力してね、うん、赤ちゃんとたくさん触れ合って、幸せな3人の時間過ごしたいね。そう、もちろん、もちろん。うん、I'm really excited. I'm really, actually, I'm really excited to be able to do something and help with the baby. Because、うん、the moment you've done actually everything, I really, really appreciate that.、うん、But I think it's my turn soon. じゃあ、この動画もいいなと思ったら、グッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。よろしくお願いします。練習しておいた方がいいこととか、なんかアドバイスとかあったらコメント欄にお願いします。お願いします。本当に助かるね。うん、ありがとう。ありがとう。バイバイ。バイバイ。ルイス、Hello. 今日のルイスイングリッシュ Today's English is trial. 意味はお試し。You can use like, today was a trial for when we have a real child. なるほど。みんな使いましょう。使いましょう。Trial. Trial. どうしたのロゼ。ロゼちゃん。We didn't forget about you. We still love you. We still love you. Yes we do. Yes we do. 嫉妬しないで。嫉妬してるとか言いながらずっと隣にいるの可愛いよね。うん、そうそうそう、可愛い。なんか嫉妬してるけど、うん、なんか守りたいって感じね。うんうん、いいお姉ちゃんになるね。じゃあ。